バーキットリンパ種は C-MIC 遺伝子と免疫グロブリン遺伝子の相互転座によって生じる高悪性度 B 細胞性主要である。風分類第4版では遺伝子異常と定型的な組織学的形態及び免疫学的マーカーを有するという条件をすべて満たすものを BL と定義している。いずれかの条件に違うものは微慢性大細胞型 B 細胞性リンパ種あるいは DLBCL と BL との中間的なリンパ種としている。ファブ分類で急性リンパ性白血病の L3 とされていたものは骨髄原発のバーキットリンパ種であり、風分類第3版以降、成熟 B 細胞腫瘍に分類が変更されている。病名は下界のデニス・バーキットが1958年にアフリカで小児に発症する腫瘍を報告したことに由来する。 臨床的特徴からは、以下のように分類される。CMIC 遺伝子と免疫グロブリン遺伝子の相互転算により CMIC 遺伝子が過剰に発現し、細胞分裂を異常更新させることによるもの、考えられている。相互転算が生じる原因は、はっきりしていない。日本、欧米ともに、成人の悪性リンパ腫の1から2%である。 一方小児の悪性リンパ腫の40から50%を占める。特徴としては、腫瘍が急激に増大するため、腹部傍慢や鼻咽頭病変では、軌道狭策を生じることがある。中枢神経浸潤も多いので、中枢神経症状をきたすことも多い。いずれの症状の進行が早い。悪性リンパ腫細胞で一家のような形態学所見、免疫学的マーカー。 遺伝子異常を確認できれば、確定診断となる。バーキットリンパ種の組織画像フローサイトメトリーや、組織標本の免疫染色で以下の処刑を認める。フィッシュ法やサザンブロット法で、C ミック遺伝子と免疫グロブリン遺伝子の相互転座を検出する。以下のような相互転座が認められる T と T が、同時に出現することがある。また C ック遺伝子、免疫グロブリン重遺伝子、 pcl1 がすべて点在融合している場合がある。いずれも予後が極めて不良となる。他の非保持隣パシュで多く用いられる。chop 療法は古い治療法ということもあり、本疾患には歯が立たない。高用量抗がん剤を含む治療を行う必要がある。国によって治療方法に違いがある。それらを直接比較した。 臨床試験はないが、各治療方法での成績に大きな差はない。日本で多く行われる治療は以下の通り、中枢神経新順が多いため、上記の治療のいずれも血液脳関門を通過する大量したラビンメソトレキ製と投与と随中併用を行っている。リツキシマブの併用は、ハイパー経度療法や DA エポック療法に併用した場合はしないよりも、 有用性が報告されているが、コトックス、M、I ワック療法での併用の明らかな有用性は示されていない。初回治療で寛解に至った場合には、放射線療法の追加や増血幹細胞一触は推奨されていない。補助的治療再発、難治例の救済療法は、標準療法が確立していない。初回治療の実施していない方を行う、またはドップ療法。 r イス療法、ドキソルビシンとポテカン併用療法などが報告されている。上記の救済療法に感受性がある場合は、自家造血幹細胞移植の効果が期待される。救済療法不応性に対する同種造血、幹細胞移植は選択肢としてはあるが、有効性を支持するデータはない。分類が暫定的なため一概には言えないが、 上記の典型的なバーキットリンパ種に準じた治療になる。高年齢、骨髄や中枢新順、10センチメートル以上の摘出不能な巨大主流、高 LDH 血症、プラス7球やデルセン食体、異常は予後不良因子とされる。ありがとうございます。